才トリオ、安田大サーカスのクロちゃんとグラビアアイドルの橋本、リナが20日、都内で行われた、777-37シリーズサウナ&カプセルホテル、北欧コラボレーション企画お披露目イベントに出席した。サウナの中で、いやらしい視線を送るクロちゃんすべての写真を見る、2枚、年12月に、人気番組、水曜日のダウンタウン、TBS の恋愛企画で、タレントのリチと交際をスタートさせた、クロちゃん。しかしこの日は、以前から好意を寄せていた橋本に、猛アピールした。イベント終了後、クロちゃんは、彼女ができたんで、リナちゃんと疎遠になってと思ってた。でもまだ結婚してないので誰のものでもないとしっかり言えた。それを聞いて、リナちゃんが安心した顔してたから良かったなって思いますと、勘違い発言。一方の橋本は、久しぶりに会えて、幸せオーラがいっぱい出てるので嬉しいですと交わした。しかしクロちゃんは今回も二人ともサウナとギャンブルが好きで呼ばれた。共通点あるからまだわからないと恋、愛に発展する可能性を示唆した。報道陣からこの発言を彼女が見ても大丈夫かと問われるとごめんなさい。リチ愛しているから、リチとサウナに行きたい、とフォローしていた。